鹿が壺は、兵庫県姫路市にある落差70メートル以上の岩礁を流れる多段の滝と数十の王傑群の総称。最大の王傑は鹿が壺と言い,い、その形が鹿の寝姿に似ていることから通称となったとされる。現在は王傑群の総称で、県名称の指定名は鹿が壺である。また、鹿が壺と戦場の滝、三が谷の滝、 千条平などを含めた、雪彦山南西六のハイキングコースが整備された、レクリエーションゾーンは、姫路市、グリーンステーション地下が、壺と命名されている。一帯は、雪彦峰山県立自然公園に属する。姫路市の最北端、思想市に接する安富町赤地区を流れる林、田川市流の壺が谷に位置する。白秋の幾野総群下部類総流門岩室。 溶血業海岸で形成された岩山の急斜面を流れる多段の滝で全体の垂直落差は70メートル以上に及ぶ。水流は岩肌に沿って蛇行し落下する角度を幾度も変えながら落ちて曲がり角や階段面において下流となりこれが長い年月をかけて岩肌を侵食し数十個もの溶結を検出させた。大きな溶結については 最上段の鹿が、壺から最下段の尻壺まで、古来より愛称が付けられている。千畳平郵便番号671-2416、姫路市安富長官775、ありがとうございます。